どうもフルコンでございます。ご存知の方も多いかと思うんですけれども、私料理を全くやらないできない男なんですけれども、ゲームならそこそこやっているということで、このゲームのねクッキングシミュレーターというゲームで事前に料理をシミュレートして練習して、でそれから本番の料理に挑めば美味しい料理が僕でも作れるんじゃないかと思いましてですね、シミュレーターソフトですからね、うん、なんでねそれを今日はやってみようかなと思います。というわけでまずはゲームパート、ゲームで、料理をしてで、本番の料理の方に、挑んでいこうかと思いますので、それではまずはクッキングシミュレーターの動画をどうぞ。よし、じゃあクッキングシミュレーターのこのリーダーボードチャレンジってやつで好きな料理が選べるわけよ。でこれでまあ、料理の腕を競い合うモードなんやけれども、まあ僕はとりあえず自分の好きなように作ってね、でまずはレシピを把握してで現実でも作ると、そういう感じでやっていこうか。で何を作るかなんやけど、僕パスタ好きなんですよね。なんでこのフジッリってパスタでしょね。なんでこのフジッリのアーリオオリオペペロンチーノか、フジッリのブレンドアーリオオーリオペペロンチーノか、どっちかにしようかなって。なんか名前長い方がすごそうじゃない。こっちアーリオオリオでこっちアーリオオーリオになってるしね、こっちの方がなんかそれっぽいから、フジッリのブレンドアーリオオーリオペペロンチーノでいこうかと思います。まあ、フジッリが何なのかいまいちよく分かってないけど、フジッリって言いたいところもあるし、多分うねうねのなんか芋虫みたいになってるやつが、パークはなしでいいか、素で作るわ。芋虫みたいなんがパスタなんやと思うのよね。 OK、 3-3-2 ってなった気するけど、まあ気にせんとこ、はい。でまず材料が、はい、フジッリ、ニンニク、唐辛子、パセリの葉、水、オリーブオイル、塩、カイエンペッパー。なるほど、この辺のやつな。あ、お皿に盛るやつな。はい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 、大皿にニンニクを、ニンニク 40g、 どこ行った前か、ニンニクを 40g 取りました。唐辛子は、唐辛子量わからんからちょっと適当に取ります。はい。で、あとはフジッリ、フジッリ、フジッリ、これはフジッリ、フジッリ、うーわー、ははははで、フジッリ、フジッリが絶命、あー、フジッリ、フジッリ、だー、フジッリ、ちょー、フジッリ、ちょ、ちょ、一旦置く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 、ちょ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 、OK。で、フジッリ、ちょっと待ってくれ。生き残ってるか、フジッリ。だいぶ仲間出ちゃったぞ。まあ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 、フジッリ。で、オリーブオイル。オリーブオイル。これなんだ？水1リットルは。そんな大道具。はい。そんな大道芸いらんねん。厨房のエッフェル塔を建設してしまったな。はい。カイエンペッパーと、塩、はい。サルト、はい、持っていきます。で、よくこけたけど、まあいい。で、これで一応、あ、あとパセリの葉か。はいはい。これ小皿に盛ろう。こういう小皿にね。ピッ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 。とりあえず、5回ぐらいでいいか。どれがいるかわからんから。で、置いて。はい。で、あったあったあった。深鍋に加える水、塩、フジッリ。深鍋。これは？大鍋。深鍋ではない。こっち小鍋やろ、でも。小鍋。そこになんか鍋見えた。大鍋が深鍋という、これ、化け、これゴミ箱やな。いやでもちょっとビール飲んでる場合じゃない。うん。ちょっとだけいいですか。なんかこうボールいいじゃん。はいはい。あ、うまく入らない。あ、ごめんなさい。やめます。大鍋でいいか。なんか深鍋っていうのがないから、とりあえず大鍋でいいや。大鍋に、はい。大鍋に水1リットルと塩5グラム。はい。水、はい。水。
水1リットルちょうどあるよ。こうか。これ全部入れたらいいってことやね。もうちょっと手前にするか。こうか。オッケー、ぴったり。ぴったんこかんかん。よし。おい。ちょっと置いて。で、富士利用160g やったな。よしよしよし。で、あと塩な。悲しいな。10、20。よし、拾った。で、ここ置いて、こっから、あと何倍 ?90。これザザってやってもいいけど、なんか入りすぎちゃったりしそうやから、俺も確実にいく。10g ずつ足していくわ。あと 30g、OK。あと20。ラスト !OK! で、これで、あと塩 5g、OK。塩を、1、2、3、4、5、OK。よし。で、置いといて。で、30秒って書いてあったよな。タイマーを設定。待って。30秒。OK。OK。で、火をつける。でもさ、これ火つけてからさ、水が温まるまでの時間、さっき、水沸騰させてから、フジって入れるのが正しいよね。今、真水に入れちゃったからな。あー、ミスったかな。まあ、現実の時はね、ちゃんとそうするようにしましょう。これでいいのかな?あとタイマーどれぐらい?こっちでもなんかメーターが出てきてんねん。ほら、これフジリメーターが溜まってきてて、ほら、美味しくなるぞっつってる、フジリ自身がね。で、これが、このフジリメーターが、しっかり30秒で溜まってくれるんであれば、別にタイマーセットする必要なさそうやよな。うん、まあ、ちょっと、測ってみようぜ。いいな。この時間も、雄大よな。料理と釣りは町が大事と言いますからね。はい。まあ、こういう時とかに、できる女は、男は、できる料理人は、なんか、盛り付けの皿を準備したりとか、次のことをやるんやろうけど、まあ、ちょっと俺は確実に行きましょう。これタイマーセットしたと思うねんけど、これ壊れてる?大丈夫か ?30 分とかなってないか壊れてないこれ。ん ?30 でいい押したと思うねんけどな。ああ、すいません。怪しいな。いや、ちょっと火止めよう。なんかこれはもう富士リメーターが限界突破しようとしてるもん。30分経ったよな、絶対な。ちょっとやめとくやめとこう。富士リメーターの方信じよう。で、次が、キャッセロールの中に移す。キャッセロールどういうことやキャッセロール俺の辞書にはないんだよな、キャッセロール。キャベツみたいな。これオーブンとかやんな。見慣れないこのなんか、波動砲打ちそうな、ここキャッセロールってことにしよう、一旦。はい。ちょっとキャッセロールの中入っといて。はい。入らへん、キャッセロールの中に。待て。あ、でも、これいけるぞ。OK。キャッセロールに移しました。はい。で、深鍋に水、水を取っておくってどういうことかわからんけど、深鍋に加える500が、まだ水いんのか。なんかね、もう水がないから、まあ、水道水でいいよな。しゃあないよね。なんだ?はい。待って。500って書いてあったな。まあいいか。妥協しよう。はい。で、これに、500とニンニク 40g。OK。来た。よしよしよし。お鍋の皿を横に持ってきて、まあ、ここから移すか。1、2、3、4と。で、また30秒茹でる。これまたニンニクメーター溜まるね。あー、ニンニクメーター信じるか。これならへんしな。これが踏んで、これ秒タイマーとかなんかな。どう思う?
タイマー設定。あ、動き出した。あ、俺の設定の仕方が悪かったんや。なんや、まあいいか。で、その後フードプロセッサーに加える。なんかそんなんあったな。これか、これか、これコーヒーメーカー。ん、プロカッター、プロカッターって書いてあるし、これじゃない。自動カッター容器、フードプロセッサー、あ、これだ、フードプロセッサー、コンテナ、ここに入れるんだ。オッケー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 。よし、あ、ニンニクがもうできてる。あー、やっぱそういうことね。はいはいはい、わかった。で、フードプロセッサーに、え、これ水ごと加えるもの？ニンニクだけ入れること？いや、ちょっと水ごと行ってみようぜ。回転。ちょ、待て。一旦 OK。一旦 OK。待て。はい。あ、OK。あー !OK。まあ、とりあえずニンニク入ったから、よしとしよう。うん。んで、これをフードプロセッサーに仕掛けて、オン！ OK！ んで、オフ。水 28g になったけど。え、どういうこと？液化したぞ。液化現象。どういうこと？え？オリーブオイルとニンニク混ぜ合わせる。あ、ここにニンニクも、あ、オリーブオイルも入れなあかんかったんか。ってこと？ちょっと順番が違うけど。OK。はい。え、いい、これで。うん。で、鍋に加える。あっちか。はい。キャッセロールに入れた鍋を出してきて、やっぱそういうことやんな。あんじゃ、俺合ってたんや、多分。うん。で、これを、あーしゃ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 し。これで、オリーブオイル不尽理の出来、あーほぼ出たね。やったね、これ。あー、やったね。あー。まあ、やり直すべ。そっか。ニンニク、これ茹でる必要ってある？ニンニク、ね、直でいってみるわ。で、これで混ぜりゃいいんかな。さっきニンニク単体でさ、フードプロセッサーかけたら液状化したやんか。液状化ニンニクとか聞いたことないしな。いけん！どう？スープになった。あ、これが正しいんじゃん。ねえ。あー。やっぱ、そうよ。なんか水とオリーブ混ぜただけみたいになったし、こっちなのよ。多分こうなのよ。で、OK。こういうことよ、こういうことよ。この不尽理をさ、一個一個取り出す操作がめっちゃ大変やわ。うん。やけどね、手で持てないのよ、熱くて。だから、一個一個やるしかない。これ。これを、なんか、ザルみたいなあればいいんやけどね。ザルあったらさ、一気にビーってこせるやん。ね。ザルがね、見当たらないから、フライヤーはあるけど、あれはそういう目的のもんじゃないよね。え、なに何が起こったなんか、ちょっとしゃがんだだけやと。料理の神がめちゃくちゃお怒りになられた。いいじゃん、しゃがんだって、料理中に。はい。不尽理150。あれ？こ足りひんな。不尽理 10g どっか行ったけど、まあまあ、それは仕方ない。多分、蒸発した。で、混ぜたもの、水入れた、カイエンペッパー 5g と粉末 5g。これやな。あ、とりあえずこれ 5g 入れよう、はい。1、2、3、4、5。OK。
よし、はい、で入れた、パセリの葉フレッシュ 4g でよかったんか、オッケー、まあいいでしょう、もう手で運ぼう、オッケー、1個よし、オッケー、でで、これさらに、フジッリーも入れたな、うんうん、よし、これを30秒間茹でると、OK、で、茹でるの開始してからタイマーセット、これがプロの修行これ完全に同じタイミングでタイマーセットするって難しいよね。てかめっちゃいい音鳴ってない？うま音鳴ってる、うまいよ、おいしい、どうしようか、残り10秒ぐらいでもうええんかな、大丈夫か？このフジリメーターがマックスまで行ったら、もうやばない、もうやばない、もうやばない。ちょっと止めるわ、はい。で、熱い状態で提供。これで完成なの？ん？キャッセロール？キャッセロールって、皿のことかな？ね。じゃあ、なんか、深皿ベーシックってことにしようぜ。うん。これをもうキャッセロールとして、で、もうちょっとだけ、スープがさ、なんか、スープメーターがマックスいってないのよね。これ、フジッリメーターマックスまでいったらちょっとやりすぎなんかな。これでいこう。うん。ちょっと、俺の感覚で。で、盛り付けるだけよ、盛り付け名人。こんなもん楽勝よ。上、一粒残さず、盛り付けちゃうわけいいよ。まあ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 、三粒ぐらいこぼれんのはご愛嬌よ。なあ。手で入れちゃうもんね。うい。えい。お、あちちか、あちちか。いや、そっか。あちちのやつとあちちじゃないやつあるな。まあまあ、あちちのやつだし。のーい、どこ行くねーん、のー取れへんし、もうもう、はい、ちょ、で、はい、これで富士利130まで減っちゃったけど、まあまあまあいいとして、んで、唐辛子 60g から 8g の4分の1ピース、30g、2つか。OK。よし。で、包丁で、切るべ。回転させたいな。OK。こうか。サイの目やから、まあ、こう、サイの目って、あれやんな。四角ってことやんな。OK。で、うい。待って。かな、いくよ、で、よしよしよし、いけいけいけ、唐辛子、オッケー、よし、できた。これでフジリのブレンドアーリオオーリオペペロンチーノ、なんか全然見た目ちゃうけどな、まあ一回出してみるか、ものは試しや、ソースコア1838、味見星3、あ、でも風味選択技術評価 90% もあるし、ほん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 、まあ悪くないんじゃない、星5のうち星3取れたら、まあ人として食べれるものはできたかなっていう感じはあるから、ほなこれを参考にフジッリのブレンドアーリオオーリオペペロンチーノを作っていこうかなと思います。